今週も始まりました、よしこの仁義は果たすもの。はい、もう今回第2回目となりましたけど、第1回目が結構見てくれた人が多くて、で先日のスタイルの JWP 参戦の際に来てくれたお客さんもたくさんいて、なんとスサイリ一勝できました。おめでとう。まあうちの熱いセコンドのおかげだと思います。はい、このまま4連勝してリーグ戦1位通過で、ぜひポップのベルトをスタダムに持って帰ってきてもらいたいと思います。今週のゲストこちらです。樋口カッター。ちょっと待って待って、こっちなんだけど、こっち何これ。樋口カッターでした。こっちだって言ってんの。樋口カッター。ふざけんなよ。はい、スタダム1期生の、はい、岩谷真由です。はい、なんかすごいね、今日樋口カッターみたいな髪の毛してるけど。今日だって何にも言わなかったの。だって言ったらもう家出てたんだもん。いや、こんな髪の毛でさ、いると思わないでしょ。ごめんなさいね、練習帰りでちょっと今もう、そうなんですよ、地毛がくるくるなんで。まあ、梅雨だからしょうがない。ね、湿気がちょっとね。暑苦しいもんね。今日暑いもんね。うん、そういうこと。はい。樋口カッター。いい加減にしよう。はい。じゃあまず、はい、これはスサイリにも聞いたんだけど、うん、一期生のことなんだけど、最初6人いた一期生が今3人。ね。なっちゃったじゃん。それどう思ってんのよ。いやもう。減りすぎでしょ。ねえ。相方も学業に専念して。ねえ。はい、相方ちょっと最近電話したんですよ、前で。うん。で、どうだった？もしもし。で向こう学校中だったんですけど、うん、もしもし。え、誰ですか？って言われて、うん、え、眉やけどって言ったら、あ、え、眉ちゃんですか？え、え、どうしたんですか？とか言って、まあ多分、うん、アドレス帳から消されてた。もうね、あるあるじゃん。泣きそうだったね。はい、え、もうそれ完全に消されてるね。ね、あの終わったね。もう本当ショックだよね。いやでもなんか、うん、噂によると、うん、なんだっけ。何あれが決まったらしいよ、アリサちゃん。あれがアリサ、わかんない。わかるでしょ、進学。進路進学決まったんじゃないの？てか、荷物持ちがなんかうるさいんだけど。一期生、一期生、一期生、荷物、私なんで荷物持ち、前髪切っちゃって超ゴンカじゃん。ミリゴンカ、ミリゴンカ、天才ショコラティ、私バカらしいわ。なんなんなんかさ、違う、この間、スタイルの回で、うん、一期生おとなしくなったよね、みたいな言ってたのに、うん、何今の、全然大人になってないじゃん。あ、だからもう二十歳だよ、私たち。あ、ほんとや。いや、あんたもう二十歳でしょ。そうだよ。そうよ。自分たちまだ19歳。まだ19歳。今、あとね、あと数日ある。一番年上。見えないけどね。そうなの。あ、でもね、うんとか言うけど、エリちゃんには言われたくないわ。いや、一番見えないでしょ。なんでなんか、小学生とかいそうじゃん。だってたまにバスで小学生に間違えられて、110円で乗れるっていう。そう、悪い。そうや。すごいぞ、金やろ。うち絶対無理だね。無理無理。小学生時代から210円払ったけどね。まあさ、うちらって言ったら、うん、寮だよね。あー、もう1年前になりますか。1年前だね。あー、早いね。いや、あの時は大変だったわ、本当に。すっごい汚いから、もう一緒に住むのが嫌だったんですよ。だってさ、あれでしょ、初めて寮で自分の部屋でゴキブリ出たんでしょ、お前と。そうだよ。いや、最初自分一人部屋だったんだけど。そう、お互いね、お互い一人部屋で、うん、で新しい人が来るから、うん、同じ部屋になんなきゃいけなくなって、で同じ部屋になった途端にゴキブリが出たっていう伝説があるんですよ。で、そのゴキブリ、違う違う違う、ね、お互いちょっと怖かったから、あの綿棒の綿棒を全部出して、綿棒の入れ物でガーンやって蓋して飼ってたの。これさ、言えないよね。じゃあさ、玄関のところに置いてたんだよ。で、なんかキャベツとかあげたりしてたの。でもひっくり返って死んでたの。じゃあ、でもゴキブリってさ、生命力長いって言うやん。うん、なのになんかキャベツの下敷きみたいになって。そこまで見てなかった。もう気持ち悪くて、うん、違うだって、その日の夜とかもでもずっと綿棒の箱の中でクス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 
んかやっぱりそうだよね。なんかチャリでよくやっぱ二ケツしてたんですけど、まあこうやって普通に走ってたわけですよ。こうやってね、で岩谷って言って後ろ向いたら足がいないの。岩谷いなくて、でも重いの。と思ってよく見たら、マイがあの雨だったの。床がなんかサンダル履いてて床が滑るから降りようと思ったけど滑って足がここに両足引っかかって、いやばっ、ここに足あって。で、いやあれはびっくりした。後ろ向いてもいなくて下向いたらマイがこう。でもよくあれ落ちなかったよね。すごい。だってここに足あったもん。ちょうどここのここに入ってたからね足が。海と言ったらもう一個あるでしょ。はい、なんだっけ。覚えてない。え、何？岩谷がさ。何何？思い出すだけでも面白いんだけど、うん、前珍しく前を乗ってたの。分かったもん、それだけで分かったよ。で前乗っててでこうやって石が2つ。なんかあるじゃん、なんか車が通れないようにしてる岩石だっけ、岩石なんかやっぱあって、そこを通ろうとしても絶対危ないじゃん、こんななんかもう普通の道でもこんなになってるのに絶対危ないから、うちはもうその手前にピュッて降りちゃう。まあ大丈夫大丈夫とか言いながら、よしこちゃんがいきなり降りてピュッてやるもんだからぶつかって、まあ一回転してチャリに聞かれたの、自分が乗ってたチャリに。ちゃんと説明すると、うん、その石の間をね、こんな細い道をそうそう、うん、チャリで二ケツで行こうとしてて、普通の道でももうこんなんだから本当に危ないなと思って、もう本当手前でピュッて降りたら、その押された反応でビューンってぶつかって一回転したの。一回転したんですよ、前宙みたいな。で、チャリのここを取っ手を持ってたから、そのあのチャリがガーンってあれはね、これはうちらの武勇伝だよね。もう何歳になっても話せる話。自転車はね、うん、前たちちょっとそう危ないね。だってさ、二ケツで普通に超重いキャリーバッグ、ゴロ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 。前が実家帰ってて、それをお土産とかがいっぱい入ったキャリーバッグを後ろでこう乗りながらこう持ってるんですよ。よしこちゃんうえーって緊張迷惑だよね。うちらの武勇伝は尽きないからまあちょっとあの盛り上がりすぎちゃったんで話を戻して、そうね、一期生ね、2人になっちゃったけど、これからどうしていきたい。いやそうやね、でも昔はすごい楽しかったけど、なんかみんな仲良くワイワイって感じだったやん。今はなんかやっぱお互いのなんかすごいなとか自分ができないようなことをなんかやってたりするじゃん。だから尊敬しつつも。尊敬してんの？してるよ。マジで？うん。うち全然ないけどね。今の撤回しようかな。でもさ、そうやってさ、尊敬できるところがあるってことでしょ？うん。じゃあ二人の尊敬できるところは？あの、うん、ちょっと子供っぽくて可愛らしいよね。私もそう思う。ね、思うよね。思うね。じゃあはい。私の素晴らしいところは、そのこのナイスバディな胸。え、じゃあ、オフ、オフとか言っちゃった。こんなもんですよ、本当。普段からこんな感じなのね。すいませんね。まあでもこんなね、一期生だけど、今一期生でね、頑張っていかないといけない時だから。ね。ね、もうガンちゃんもそのハイスピードに挑戦したり、それも JWPA のリーグ戦に出たりするから、やっぱこれは一期生の時代生きてるんじゃない。ねえ、ねえ、てかみんなすごくない？すごいすごいねえ、だから、やんなきゃあかんよ。そうやね、でもタックリーグはねもうちょっとさ始まるけど、みんな敵やもんね。そうだよ、敵だよ。敵やね。まあ負けないけどね。でもさ逆にさ、この3人がさ一緒のチームとかじゃなくてよかったよね。ほんとだよね。でもなんか、3期生対、あ、3期生じゃねえ、間違えちゃった。1期生対3期生とか、なんかさ、前やってたじゃん、世代闘争みたいな。うん、やったね。なんかそういうのさ、できるぐらいになりたいよね、また。あー、またやりたい。あれさ、面白いじゃん。面白くなかった？あのね、感情がすっげー出るね。じゃあ、うち出たかったわけ。まあでも、うちは忙しかったから。あ、そう？もっと、上の方でやってたから。ね？でも今やったら、また違うのが見れて面白いよね。ね。やりたいよ。本当だよ。ぜひ、ロッシーよろしく。佐藤3期生、あ、4期生でもいいんじゃない？3期生か。
あ、まあ別に、まあ、3期生対4期生も面白そうだけどね。あー、それ見てみたい。見たいよね、うん、なんか自分たちじゃなくないところの戦いを見たいよね。あー、見てみたい ね、 ね。あ、面白そうだよな。自分レフェリーやろうか。え、じゃあまゆあれする。何？赤コーナー163センチ、ワン、ツー、スリー、よしーこー。これいけんじゃね。ね、支えるのにロンパーゲ、ロンパーゲ。結構重要よ。なんかさ、聞くところによると最近練習してるらしいじゃん。そうなんですよ。なんか毎日、うん、昼2時ぐらいから、うん、帰るのが終電で、うん、もうバスなくてずっと歩いてもう家まで。おー、すごいね。だって駅から家までって歩いて40分ぐらいでしょ。もう、あ、ほんと家賃安いとこ選んじゃったから逆に交通費がやばい。すごいね、超いい運動してんじゃん。そうなんですよ。すごいじゃん、頑張ってんだ、7日に向けて、うん、はい。まあ、7日って言ったら明後日なんですけど、7日ねえ、ハイスピード、ハイスピード挑戦することになりました。やっとですよ。まあ、1回のつくさんに挑戦したことあるんですけど。あんの？あるよ。じゃあ大阪、確か大阪で、あ、挑戦したこと、挑戦表明か。挑戦になってないから。挑戦表明でしょ。うん、ごめん、間違えた。で、挑戦するのは今回が初めて。そう、しかも初メインシングル。すごい、おめでとう。もうね、ドッキドキですよ。緊張するでしょ。緊張するね。でもね、結構ね、自信あるかも。嘘。まあ、そんだけ練習してたら自信もつくわな。あとね、なんちゅうかね、うん、まあ見てほしいね。何を？今まで岩谷真由がしてこなかったことを。何してこなかった？今まで何で？うちに秘めてたものって、ね、試合で。だからいいから出ないで。もうね、訳分かんなくなっちゃったよね、はい。とりあえず試合見てほしいな、本当に。そうですね。うん、見てほしい、ね、うん。なんだか盛り上がってしまった第2回目ですけれども。はい、時間も迫ってきてるので最後に一言、はい、7日に向けて、はい、どうぞ。じゃあ初のシングルのタイトルマッチ、初メイン、すごい緊張するんですけど、自分の今出せる力、それ以上の力を出して米山さんから3カウント取って、やっぱ夏樹さんとハイスピードの試合がしたいです、うん、お、はい、頑張ってよガンちゃんね。夏樹さんとハイスピードやるんでしょ。やりたい。うちの親分はいつでもね、やってくれると思うから、ぜひ。でも親分のセコンドつくんでしょ。当たり前じゃん、何言っちゃってんの。まあそ、まあ、そらそうだよね。そうだよ、はい、そうだよ。でも本当に頑張りますんで、うん、じゃあ今週もよしこの仁義を果たすもの終わりにしたいと思います。あのさ、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 もういいからちゃんと終わってよ。あのさ、もうあのさ、3人でやりたくない、このコーナー。ちょっと待って、うちのブロコラムだよ。じゃ、いや、3人でやりたくない？え、見たいでしょ、みんな。ねえ、何やんの、3人で。3人で何やんの。え、なんか叩いてかぶってじゃんけんぽんの勝ち抜く戦とかいいじゃない。はい、乞うご期待。見たい方はぜひよしコラムまで。